皆さんこんにちは、ひなたです。こんにちは、小春です。今回はユニクロの期間限定セール情報をお届けします。行きましょう。今週は激アツです。フレアパンツやデニム、去年の9月から半年経ってあの紙パンツが初めてセールです。そしてお伝えしなければなりません、様々なコストアップで値上げが観測されています。今のうちに賢くセールでお買い物していきましょう。今週は必ずユニクロでお買い物をすると覚えておきましょうね。レディースアイテムをランキング形式で紹介します。まず第7位は初めてのセール価格 33% オフです。エアリズムコットンパジャマ長袖、お値段は1990円。評価のポイントはこちら。パジャマ、着心地、欲しい。第6位は 35% オフです。クロップド、スウェットシャツ、長袖、セットアップ可能、お値段は1290円。詳しいサイズは、雪丈は普通です。評価のポイントはこちら。サイズ、安い、シルエット。第5位は初めてのセール価格 25% オフです。フレアハイライズジーンズ、丈標準 73cm 2990円。詳しいサイズは、渡り幅は普通です。また髪は普通です。裾幅は、もも周りと裾周りが同じくらいです。評価のポイントはこちら。サイズ、フレア、デニム。第4位は 33% オフです。ポケットブル UV カットパーカ、お値段は1990円。詳しいサイズは、評価のポイントはこちら。サイズ、安い、コンパクト。第3位は 35% オフです。リラックススウェットシャツ、長袖、価格は1290円。詳しいサイズは、雪丈は普通です。評価のポイントはこちら。サイズ、短い。春にロングのスカートとスニーカーに合わせたかったのでバランスよく着れましたす。着丈が短いのでサイズアップして購入しましたがいい感じです。第2位は 14% オフです。ワッフルクルーネックティ、長袖、お値段は1290円。詳しいサイズは、雪丈は少し短めです。評価のポイントはこちら。生地、ワッフル。生地は柔らかくてとても着やすいです。ワッフル生地着やすくて動きやすいので好きです。そして第1位は 33% オフです。ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ、丈標準 63.5 から 65.5cm、お値段は1990円。詳しいサイズは、渡り幅は少し広めです。また髪は普通です。裾幅は足首に向けてかなり細めです。評価のポイントはこちら。サイズ、欲しい。安い。メンズアイテムをランキング形式で紹介します。まず第7位は初めてのセール価格 33% オフです。デニムワークシャツ、長袖、価格は1990円。詳しいサイズは、雪丈は普通です。
評価のポイントはこちら。シャツ、デニム、安い。第6位は初めてのセール価格 33% オフです。デニムシャツ、ボタンダウンカラー、長袖、価格は1990円。詳しいサイズは、雪丈は普通です。評価のポイントはこちら。サイズ、デニム、シャツ。第5位は 25% オフです。スリムフィットジーンズ、価格は2990円。詳しいサイズは、渡り幅は少し狭いです。また髪は普通です。裾幅は足首に向けて程よく細めです。評価のポイントはこちら。サイズ、こちら。第4位は 33% オフです。オックスフォードシャツ、長袖、お値段は1990円。詳しいサイズは、雪丈は普通です。評価のポイントはこちら。シャツ、サイズ、安い。第3位は初めてのセール価格 33% オフです。ポケットブル UV カットパーカー 3D カット1990円。詳しいサイズは、評価のポイントはこちら。代わり、お願い、カバン。第2位は 25% オフです。ストレッチセルビッチスリムフィットジーンズ、お値段は2990円。詳しいサイズは、渡り幅は少し狭いです。また髪は普通です。裾幅は足首に向けて程よく細めです。評価のポイントはこちら。サイズ、ウエスト、ストレッチ。そして第1位は 33% オフです。ウルトラストレッチアクティブジョガーパンツ、丈標準66-72cm、セットアップ可能、1990円。詳しいサイズは、渡り幅は普通です。また髪は普通です。裾幅は足首に向けてだいぶ細めです。評価のポイントはこちら。サイズ、レディーズ。メンズ。男女兼用アイテムをランキング形式で紹介します。まず第3位は U の神アイテム、初めてのセール価格 25% オフです。スレッドギャザーパンツ2990円。待ってました。ついに初めてのセールです。詳しいサイズは、渡り幅はかなり広めです。また髪はかなり深めです。裾幅は足首に向けて程よく細めです。評価のポイントはこちら。良い、ウエスト。生地も柔らかく履き心地が良いです。紐でウエストを調整できますが、私にはやや大きめで割と目いっぱい絞っています。第2位は 33% オフです。ヴィンテージレギュラーフィットチノ、価格は1990円。評価のポイントはこちら。サイズ、安い。そして第1位は 33% オフです。スレッドプルパーカー、長袖、1990円。生地が最高級にアップデされたアイテム、1000円、値上げされていたので、セールは嬉しいです。
詳しいサイズは。評価のポイントはこちら。サイズ、フード。色も良いし、サイズもちょうど良かったです。フード部分もしっかり立って作りの良さを感じます。動画の概要欄からリンクをタップするとパーソナルカラーなどを見ることができます。今回の袋とじキーワードはこちら。今日のコーデガチャです。新しいコーデに出会えるかも。はい、いいのが出ましたか。ユニクロワッフルクルーネックティ長袖と GU ストレッチテーパードパンツですね。なんと、以上、今回のユニクロの期間限定情報をご紹介してきました。ご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。以上、プチプラ研究部のひなたでした。また見てくださいね。この動画は、ユニクロ、GU、島村、ハウツー、レビュー、をテーマにお届けしました。